レイトプロジェクトの滝沢健一です今回あなたにおすすめする1枚こちら FTWO TNT のをご紹介させていただきますこちらの TNT 超絶大人気モデル2015年11月シーズン前には全国各地のお店でほぼ完売人気がありすぎて手に入らなかった方も多いのではないでしょうか さあこの TNT なぜそんなに人気があるのか今日説明したいいと思いますまずこの TNT に乗ってもらいたいスノーボーダーはこれからグランドトリックに挑戦したいグランドトリックをうまくなりたいグランドトリックを思いっきり楽しみたいと思っているあなたにぜひ乗ってもらいたい1枚です。さあ なぜこの TNT がそんなにグランドトリックがやりやりすいのかまず一つ目板が柔らかい、はい、グラウンドトリックには板をしならせる動作が必要不可欠となります板をしならせて反発を得るオーリー・ノーリー板をしならせたままキープするプレスといった技が 基基本本中の基本としてて必要になってきますさあその板をしならせるという動作が非常にやりやすくなっていますまず見てくださいさあ今見ていただいたように TNT は非常に柔らかくできていますさあなぜそんなに柔らかいのか まず板を作る時の中の素材ウッドコア木の素材が非常に柔らかいものをチョイスしています木には柔らかい硬い軽い重い反発が弱い反発が強いといった特性がありますその中でもこの TNT は板が軽くて反発が強くて。 さらららに柔らかいい木をチョイスして作られて作れますだからこんなにしなるんですさあさらに TNT はオーリーノーリーのタイミングが取りやすいようにプレスで安定するように板の形状を一般的にはダブルキャンバーと言われているダブルキャンバーを進化させたウィングロッカーという形状を採用しています。 ウィングロッカーとは、板の形状がポーンと足下でバネを持ち足,の真ん中足と足の真ん中ですっとくぼんでまた足のところでフッとバネを持っている大きく M の字を描いているような形状になっていますそうすることによりしなりのポイントが板の中心この中心が常にしなるように 設計されています板の中心がしなることによりオーリー・ノーリーのタイミングや重心の位置がずれたとしても常に真ん中がしなってくれるのでし,しななっっててくくれるのでオーリーノーリーがやりやりすすいますさらにプレス板をしならせた時も板の中心がしなってくれるので安定したプレスが可能になってきますさあ2つ目のポイント 2つ目はミッドワイド板が若干太くできていますグラウンドトリックは飛んだりプレスをしたり回ったりそうした時に安定感が必要になってきます細い板だとバランスを崩してしまった時エッジが雪にすぐ埋まってしまいキュッキュッとねターンが始まってしまうので安定感が失われますししかし太くすると 雪面にグッグッとねエッジが埋まりづらくなりますのでバランスを崩して着床した時でもグッと耐えることができるようになってきます。そうすることにより技をやった時により立ちやすくなります。三つ目三つ目は非常に軽いグランドトリックをやる時軽さは武器になります。 板が軽いと飛ぶのも高く飛べますし、くるっと回るのも楽ちんです。さらにこの TNT はただ軽いだけではなく、軽さのバランスも考えられています。板が回るとき、ね、くるくる回るときにはスイングウェイト、遠心力がかかったときに板が外側にぐーっと引っ張られる力が働きます。それを軽くするために、 板の中心よりもノーズテール、板の先端が軽くなるように作られていますそうすることにより板を軽く取り回せるようになっていますこの3つの武器板が柔らかくて反発がある板が太くて安定感がある板が軽くて取り回しが楽 この3つを武器としてこの TNT は非常にグランドトリックがやりやすくなっていますさらにこの TNT2016 年モデル昨年のモデルよりも 2017, 2017年モデルのこちらのモデルは進化しました何が進化したのか実はさらに軽くなっていますさらにこのインサートホールといわれるバインディングを取り付ける 穴のタイプが進化しています以前のタイプは 4x4 といってねド、えーンドーンとの板,の板にバインディングをつける時の幅の設定が結構大雑把だったんですけども今回は 2x4 穴の数が増えていますので微調整が可能ですよりあなたのお好みに合ったスタンス幅足の幅を取ることができますさあ2016年モデルを手に入れられなかったあなたはぜひ 2017年モデルは完売する前に手に入れてくださいこの TNT 僕はドレイクというメーカーのリロードというバインディングとノースウェーブというメーカーのレジェンドというブーツをセットアップして使用していますどちらのモデルもグランドトリックが非常にやりやすいように作られたバインディングとブーツになっています もし板だけでなくバインディングブーツとお悩みのあなたはぜひこちらの板バインディングブーツをお考えくださいさあお店で TNT を見つけたらまず手に取り軽さを実感してくださいそしてねこのしなりと反発を感じてくださいそして迷わず手に取りゲレンデに持っていき 思いいっきり楽しんでくださいあなたのスノーボードライフがより楽しいものに笑顔あふれるものに変わることをお約束しますさあ2016年あなたにとって良いシーズンになりますようにぜひ楽しんでいきましょうありがとうございました